やったー、初めて連れてかれた。結果ローラーさん。さあ、首が。クルーメイトです。クルーメイト、全然これ画像映ってんからわからないけど、今めちゃくちゃ俺芸人のピスタチオさんのモノマネしてる。発表します。私の一番嫌いなタスクは、ドルルルルルル、配線です。トータス、まあ、どうせもしなんかこれの試合が神試合になったとしてもカットするんですけど。ボイス、わあ、わあ。岡田さんは武器庫で見てます。うん、武器庫で死んでったよ今。でドア閉まってた、うん、っていうか閉まったんやと思う、多分プシューってなったから。どこ武器庫上、武器庫上。あっちはダウンロードのところかな。でワイブリさんめちゃくちゃ嬉しくないですか。ね、俺はトータスと名役の間に挟まれてる状態で。最悪な位置にいます。うん、自分、あどうぞ。ごめんね。あと藤宮くんが武器庫上で。その時停電だったから、ハイブリさん、どのタイミングでハイブリさんやってました？僕、武器庫で、僕、宿舎脇、エンジン、武器庫、上、拾って、タスク、奥のとこに入るときに停電になったんで、ハイブリさん見えてないです。はいはいはい、いや、それは、いいですか、カットいいですか。藤宮があれだよね、はい、武器庫上から下がってって、で僕が、はいはい、武器庫上に入ったんですけど、で武器庫のあれ、AK をしまうときに、光る位置ですよね、多分ね、武器を上ってことは。うん、AK はもちろん取るときには。でしょ？で、僕、藤宮が、行った後に僕、取って今、しまってるんですよ。あ、そうなんや。そう、だから最悪な位置にいて、で、その時に僕は光ってないので、もうここ3秒以内ぐらいで、藤宮はまあ戻ってきて、キルはあるかもしれないが、一応僕は見てます、藤宮が下に行くのは。キッチンで名屋さんとすれ違って、僕は今、バーガータスクです。ああ、そうだね。ちょっとだけ藤宮君と認識が違うのが、はい、停電が起きたときは、俺がトータスが下で武器を直していると後のタイミングなので、僕はその時にはもうすでに上の武器を直しているので、停電の始まるタイミングがまず違うこと、ぐらいかな。で、あと、そうそう、藤宮だと思いますよ。僕がキッチンから武器庫に入ったときに、武器庫の下から出てくるトータスさんで、武器庫の下で武器をしまっている、ハイブリさんを見ている状態で、上から来る藤宮とキッチン、だから僕は武器庫の上のタスクをしまってからキッチン抜けてるので、いや藤宮はね、最終位置に、そこにいない、キッチンにいないんだったら怪しいが、キッチンにいるっていうのを見られてるんだったら、僕視点藤宮ではないよ。なんで上閉まった後出て殺すはできるんじゃないの。いや、それは名屋さん視点で。ん？いや、だって藤宮は普通に、うん、上から下に降りてきて、うん、で、その後、武器庫の下からトータスさんが出てきて、ハイブリさんが武器庫の下にいるから、まあ、藤宮じゃない、その話を聞くんだったら。プテはなんで弾けんの、その話聞いて。いや、だから、僕は藤宮、下に行く藤宮とすれ違って、その後上に行ってるのに、その時光ってないんですよ。だから、プテ三者はド直近ってことよね。これで釣られるのちょっと納得できない。ハイブリさんローラーしてください。僕視点と明らかに視点が違うので。ハイブリさん無理です。いや、僕視点がハイブリさんなので、ハイブリさんをローラーしてください。はい。はい、内房。はい。ハイブリさんは絶対無理です。なぜかというと、藤宮が武器の上から来てる時に、俺は武器庫の下のところに行ったら、ハイブリさんがもうそこにいたんで、無理です。そうだね。トータスが発見してる場所が武器庫の上の方よね。だったら藤宮くんが通ってる時に、俺がキルする前だったらキルして、藤宮くんがそこを通って降りてきていることになるので、絶対発見するはず。無理だと思う。まあ、ですよね。進行だけまとめたくって、まず慎太郎シェリフです。はい。で、原産の死人がある人います？まず。じゃあ、隠し城を取り合える人います？あ、そのキルにだから関わるのがハイブリ、トータス、メイヤまで。で、ガミさんも停電直してくれってて。はい、停電直して、キッチンから石油側通路に抜けてるんで、メイヤさんから白は出ると思うんですが。あ、でもその石油側で救出されてる場合が分かんないから、そう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 。白は出せないけど白っぽいなとは思ってます。宿舎前脇が伊豆富士宮魚で、富士宮下伊豆さんが金庫、俺がダウンロードかな、やっていてって感じ。慎太郎自主点富士宮はかなりやってなさそうなので、うん、まあなんかハイブリさんと宮さんと3人で白取り合ってるけど、どこか
一つは欠けたりしてないの？これ3人とも繋がってますか完全に？いや、だって藤宮、繋がってると思う。じゃあね、藤宮くんが俺の素人を出すことになってんねん。藤宮くんのルート的に。うん。藤宮くんと最初キッチンの方に。ハイブリさんが上抜けて降りてきて、その後藤宮くんがそこ通ってて、そこに絶対に下光る位置にあるから、藤宮くんがレポートしてないとおかしいっていう話。そうね、俺目線でも変だね。あ、俺はなんかメイヤーが来るっぽいからメイヤーに合わせようと思って。あ、そうなの？僕だって武器しまってるんですよ、上の武器しまってる時に光らなくて、ね、うん、まあ、だから藤宮の行動経路が違和感かなと思う。宿舎前通路を開いてキッチンまで行ったんだって感じ。ああ、まあそういうところの要素を取ってるんだったらだけど、じゃあ藤宮が一瞬取ってなくても僕の視認情報的にもう藤宮ぐらいしかないです、うん、あとは東達さんのセルフぐらいしかない、うん、だからプテさんを疑うべきは多分東達さんのセルフぐらいかなっていう時系列的に、うん、まあ、だいぶ待っとる。うわ、でもこれも多分疑えないよね、うん。てかもうプテーツってそうだね、もう進行的にハイブリ到達メイヤー三人街を追わない進行でいきましょう。分かった。マリーケとプテスさんを釣ります。いや待って、はい、いや待ってほしくて、釣る必要はなくない？それで決め打つなら。いや、まあ、藤宮くんマットプテスさんインポスターはあるんじゃない別に、うん、ああなるほどね。ああ、そう、いやそれはないよ、なんか連れてな、連れてってないから、うん、あ出てないから。そうでした、すいませんでした。ボタン行きます。これで連れてかれるんちゃうかなぐらい、もしくはもう同色見えてます。あ、プテソンマットはありそう。やったー、初めて連れてかれた。結果ローラーされた。あと最初に俺って言った名役も一応あるっちゃあるけどぐらいかな。まあないか。さてどうだ。さて、あー死んでる。ハイブリッド、ハイブリッド。プテハシマットの藤宮くんインポスターかな。インポスター。お、タスクはどうでしょう。タスク無理やろ。終わりません。伊豆魚神の3択現状。神さんはもう最後でいいと思ってて、もうこれタスク絶対無理だからさ、魚さん釣りの伊豆さんを慎太郎切りで即レポからの神さん。藤宮入れてますけど、でしかもメイヤー来るっぽいから別にいいかって思って藤宮投入してるけど、うん、ああ確かに僕は藤宮さんにはスキップ入れちゃってるんで、でも絶対進行できると思ってて、二陣が落ちてるから多分、僕釣り魚さん打ちでも丸いと思う。まあ、逆でもいいけど、何やってもほぼ勝ちから二陣がいないんだから、うん、DP の心配がないから、うん、あ、俺魚伊豆藤宮なのよね。で伊豆さんが金庫室の方に行ってるじゃん。俺がダウンロードタスク終わってミーティングルームの奥のやつをやるとしたらリポートだから、源さんがその経路で宿舎前通路とかミーティング登ってないと来れないはずなんだけどな。まあそうなんですよね。だから僕ら視点は結構ガミさんが、あ、そうなんだ、怪しくなってます。ガミさんって最後どこまで来てるんですか、停電直したと。石油前通路ぐらいですね。石油に入るかどうかぐらいのとこです。まあそうだよね。はい、源さんがメイン脇エレキから石油っていうルートを通ってればガミさんはキルできるかなっていうぐらいな気がするからな。確認だけど、メイヤー到達ってお互い確率に無理なんだよね。無理やと思う。あとガミさん視点で俺が確率に無理です、時系列的に。キッチン、キッチンブッチって言ってる。藤宮インポスター確定じゃん、誰の目から。あ、待って、ごめん、ごめん、カットしちゃってごめんね。ガミさんどこ脇だっけ、キッチン脇です。キッチン脇で席から、席まで行ったのかな。そうです。停電直してから行ってるしかも。あ、だったらね、慎太郎メインターン脇なんで、ゲンさんがそっちまで行けないと思うな。貨物脇で速攻エレキとかに行かないと届かないと思う。で、あの藤宮投票を洗ってほしくて、俺藤宮に入れてるんだ。藤宮連れた日、あの日って結構藤宮に切るタイミングじゃないと思ってるから、インポスター同士は絶対に投票してないと思ってて。あ、じゃあ伊豆さん釣って魚さん切ります。うん、それでいいと思う。で慎太郎早めに湧いて、あのガミさんがインポスターだった場合をケアしよう。でもその場合でも別に大丈夫じゃない。2キロ、いやだってまとめと残ってないから、うん、何してもまあ終わるのよ。慎太郎さんが切る行為を取れたらもう、まあ誰かカメラとか褒めさべてほしいな。慎太郎の命が。カメラ行きます。じゃあエンジンで現地行きます。俺を白いと思ったらガミさん切ってほしいわ。嫌です。後悔するな本当に。おお、ゲンさんってさキッチン脇だよ、違ったっぽいです。
だよね、なんか見た記憶あるんだよな。あ、デンさんキッチンいないことになっちゃった。あ、じゃあやっぱりじゃあガミさんなんか。なんか連れてかれんのちょっと嬉しくなるな。あってなる。ありだからやだ。なんか初めて連れてかれて、あれ視界明るい、あ、やったって思ってしまった。あ、それはないな。メイヤさん来たってないな。花さんが切ったっていう主張するしか。うん。メイヤがリポートするのか。どうだった？え、自爆、ね、自爆。カメラで見ていてます。坂野さんが切ってました。じゃあガミさんか。ガミさん。え、ガミさんどうやって切ったんですかそれ？いや、なんか普通にゲンさん石油にいました。死んだのお前。メイヤじゃねえじゃねえかよ。あ、いやまあでも俺も白出しちゃったから、白っぽいって言っちゃったからな。いやー、ドア1個開けちゃった、間に合わなかった。あ、そう、ガミさんは、まあそうか、ね、ガミさん扉開けてくれるかなと思って。あ、そうなんだ、危な、危ない、弾いた最後の一人。いや、でもどっちにしても無理ですよね。うん、まあそっか、マット落ちてるから大丈夫なんだこれで、うん、大丈夫大丈夫。そっかそっか。いやー、おしゃれ。ナイスファイト。ナイスファイト。メイヤ君、メイヤ君、メイヤ君。はい。ゲンさん、キッチン脇です。ですよね。いや、俺も見てなかった。そう。シンドさんのせいで笑いました。マジ？シンドさんのせいで。ごめん。あ、そうなんだ。原神キッチン脇だろ、キッチン周りは6人ぐらいいたのに、あ、誰も見てないんだと思って。マジか、ごめんなさい。あ、そっか、あれ、そっか、あ、てっきりメイン押した脇かと思ったな。いや、なんか原さんがしかも席までメイン脇で席まで来るとって、マジで人外の移動経路じゃんと思っちゃったから。絶対ないと思ったけど。あ、なんか最後の会議で慎太郎さん叩いてる人いましたよ。慎太郎何やってんだ。あ、僕も反省した、ちょっと反省しちゃった、ちょっと俺が悪かったな。まあ俺のせいや。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。マジか。